6月の議会の時にもね、ちょっと紹介しましたけど、2020年に、市長報告資料というのがありまして、水道局が市長に報告してましてね、これを読めばね、50ナノグラム以下に抑えるために明石の水道局がめちゃくちゃ苦労しているという、苦労したということが分かります。すごい苦労しておられます。で、2020年の4月以降に50ナノグラムというね、50ナノグラムパーリットルという暫定目標値ができましたけども、それ以前ね、それ以前に検査をしたら、97ナノグラム。これは末端給水栓で97ナノグラムです。だから飲み水です。みんな90、この時の検査が97ですから、その前後がどれぐらいかよく分かりませんけれども、おそらく一定期間ずっと高い数値が出てた。で、しかも、この資料を見ると、平成19年、2007年ですね、2007年の頃にも、明石川浄水場と鳥羽浄水場、原水浄水ともに検査をしたけど、問題なかったと言ってるんです。だけど、知らん間にこういう問題が起こってたということなんですね。だから知らん間にですね、高濃度の有機フッ素化合物を含む水道水が一定のエリアの家庭に供給されとったというところなんです。で、これによる市民の体にどういう影響があるんだろうかということをやっぱり掴んでおく必要があると思いますし、で、何よりもまずね、水道局がめちゃくちゃ苦労したっていうところです。で、活性炭を投入する、急遽粉末の活性炭を投入する、いろんな対策を講じてこられたと思うんですけど、こう PFAS 対応のためにね、水道局本来使わんでお金いっぱい使ってると思うんですよ。これ積み上げたらどれぐらいになりますか？高級会社杉浦公営企業管理者兼水道局長。先ほど の議員のご紹介で、2020年対策前、それは、PFAS の問題がない頃がいつからというのはもう分からないです。で、そこは分からなくて、2020年、国の方が暫定目標値にするということを踏まえて、50なのにしないといけないというときに、やった対策としましては、活性炭のお話はそうなんですけれども、明石川浄水場と鳥羽浄水場の2系統で、明石川の河川水を入れております。で、明石川浄水場の方では、先ほどもずっと言ってるんですけども、ハッチある池の要は活性炭交換を年1回か年4回にしたということで、1年間で大体約年間約1億円かかってます。それと鳥羽浄水場の方は処理方式が違うので、野池原水のところに活性炭を振り込む機械をまず設置しまして、これで約1000万と、鳥羽浄水場内で、活性炭交換をする、業務委託の追加費用として約1300万、その他、水質検査を強化した費用として500万円の増ということで、大体年間1億3000万のお金がかかっているという状況なので、この2020年からの累積でありますと、約5億円の費用が増加されているという計算になると考えております。以上です。辻元議員。水道事業会計はですね、独立採算でありまして、今の活性炭を投入したりして、しっかり対策して50何度以下に抑えるようにしてますって言って言うてね、先ほど副市長言われましたけど、これ全部市民のお金です。水道料金です。本来使わんでお金です。だからこれはある意味市民にとって不利益、市民にとっての損失やと思います。でね、これ原因者負担原則であると思います。汚染者負担原則とも言うと思います。本来原因を作った人がですね、この損失分を補填するべきだと思うんですね。
だそういう点でも排出源がどこなのか流出源がどこなのかというところを特定することは必要だと思うんですけれども、これも含めてね、神戸市にお話ししていただきたいと思うんですよ。市長いかがですか。